横山大一は朝日放送テレビ所属のアナウンサー。神奈川県横須賀市の出身で身長は175センチメートル。神奈川県立横須賀高等学校から横浜国立大学教育人間科学部教育学校教育課程へ進学した。高校、大学時代には野球部に所属していた。三上大樹は高校時代の野球部の同級生である。 大学では、武藤右みちの外野手として、背番号50号をつけていた。また、大学で、教員免許を取得している。大学卒業後の2009年に、アナウンサーとして朝日放送へ入社した。同期入社のアナウンサーは、八塚あやみ。番組デビューは、2009年7月2日昼に朝日、放送ラジオで放送された、ABC 朝日ニュース。 同年の全国高校野球選手権大会では、速報、甲子園への道で、同期のやつかと共に、関西の地方大会のリポートを担当。本大会期間中は、阪神甲子園球場からのテレビ中継で、三上、やつかなどと共にアルプスリポーターを務めた。2010年1月1日には、朝日放送ラジオの正月特別番組、伊藤文隆のレッツトライ。 ようこそ2010年へ生出演。6時台の ABC 朝日ニュースを読んだ後に番組内で中継リポートを担当した。同月7日からはスポーツアナウンサーへの第一歩として朝日放送ラジオのスポーツ情報番組元気一番ぶっちぎりプレイボールに不定期でリポーターで出演した。2010年4月3日からは先輩アナウンサーの浦川康之に代わって 朝日放送テレビ制作の全国ネット制放送番組朝だ生です旅サラダへレギュラー出演同番組が収録放送へ移行する全国高校野球選手権大会中継期間中はおはよう甲子園の進行を担当したほか前年度に続いてアルプスリポーターを務めたこのように担当番組が増えたこともあって スポーツアナウンサーとしての本格デビューは2011年にまで持ち越された。2011年度版の ABC フレッシュアップベースボールウェブサイトで今年からスポーツアナウンサーの仲間入りをさせていただきますとする挨拶とともに実況アナウンサーとして初めて名前が紹介された。同年4月16日には ABC が東北放送の TBC パワフルベースボール向けに制作した。 裏送り中継ながら、東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ戦のベンチリポーターとして、プロ野球中継に初めて出演した。さらに、同年8月7日には、第93回全国高等学校野球選手権大会の1回戦において、ラジオ中継の実況デビューを果たしている。もっとも、実況デビューの前に、おはようコール ABC。 メインキャスターへの就任が内定していたため、実際には9月でスポーツの担当を一旦離脱。旅サラダのスタジオレギュラーも同月24日放送文で退いた。2011年10月3日からおはようコール ABC のメインキャスターに就任すると、2020年10月2日の最終回まで9年間にわたって担当を続けた。この間には、 ラーメン好きが講じて、横山大地のメンバー化というシリーズ企画を任されていた、ほか、数本の映画に、声優やエキストラで出演。また、2015年に結婚したほか、斎藤真美とのコンビで、鳴海、岡村のすぎる TV の進行役を同年末から担当している。おはようコールの終了後は、斎藤と共に、すぎる TV への出演を継続する一方で、 終了の翌週から朝日放送ラジオで横山大地のピカイチブランチのメインパーソナリティを務める。ラジオでは同年4から5月にネクストを探せの金曜枠大地とバギーのマジックナイトフライデーでも4回にわたってパーソナリティを担当しているがメインパーソナリティを本格的に担当することは旧朝日放送への入社後初めてである。その一方で おはようコール ABC への出演開始から9年ぶりに、ベンチリポート専任ながら、プロ野球中継への出演を再開。朝日放送グループへの入社12年目に当たる2021年4月18日に、プロ野球中継における実況デビューを、ABC フレッシュアップベースボールの阪神対、東京ヤクルトスワローズゲーゲーム中継で果たした。テレビの阪神戦中継でも、 2021年6月2日の対オリックスバファローズ戦から実況を担当。同月からは阪神がセントラルリーグの開幕から主位の座を堅持していることを背景にトラバン優勝いただきたいのメンバーとしても活動する。趣味はラーメンの食べ歩きに加えて野球、競馬、自転車の旅。学生時代に横須賀の実家から甲子園球場まで1週間がかりの 自転車旅行を経験している。朝日放送への入社後は、2013年までラジオで放送されていた中央競馬中継で実況する機会がなかったものの、2020年10月からジョッキールームのナビゲーターも務めている。テレビ番組ラジオ番組テレビ番組ラジオ番組以下の作品では、いずれも声の吹き替えを担当。ABC 斎藤アナは10月から、 おはよう朝日土曜日ですに終了のコール出演阪神部へ ABC 早くも優勝してまう特番広アならでトラバン優勝いただきたい朝日放送ラジオ柴田博士のホタル町旅行者公式サイト業務日本2012年2月11日よりパンネバーランド夢の始まり吹き替える大作戦2017年5月7日閲覧ターザンリボーオン 吹き替える大作戦。2017年7月24日閲覧。ありがとうございます。